ちゃいい天気ねんけど、全然雨降らんから大豆が質が芽が出ません。弱ったな。まあ、仕事はできるとはいえ、こいつはちょっとひどいな。空梅雨で、今日はあの野々市小学校に、お米の授業と、来週の田植えに向けて、オリエンテーションをやっていきたいと思います。で、同じ時刻に実はあの今年クボタの除草機を、レンタルで借りる、共同で、ね、農家3軒で共同で借りることになっていて、それをの実演で小松まで、行かなきゃいけないんだけど、ちょっと私その子供たちの授業で行けないんで、ゆめたを派遣します。どういう風に効果があるのかなってちょっと疑問だったんで、ノルタン JJ 買っちゃったんですけど、まあ使える田んぼがあったら使ってみようと思ってますんで、実演も今日は、動画で撮りたいと思います。はい、今年の野々井小学校5年生のミニミニ田んぼです。おお、荒起こしできてる。ほぼ白かき状態。おお、今年は優秀や。去年でこぶ、あ、紐出た。これテスト中。これがうまく貼れるかどうかなんだよな。はい、うまく貼れること祈ってます。じゃあこれから野々井小学校のお米の授業です。イエイ。では、5年生の皆さん、挨拶をします。始めましょう。よけ、今から3時間目の勉強を始めます。始めます。着席。今日は、これから学習する高校のお米についてたくさんのことを林さんから学びます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、司会お願いします。今からお米についての授業を始めます。始めます。はじめの言葉です。母さん、上杉さん、お願いします。はい。目当ては、林さんの話を聞いてお米について学ぼうです。この目当てが達成できるように、林さんお願いします。はい。これも初めていいですか。それでは改めておはようございます。おはようございます。今からお米のことをまず知ってもらって、それから今度の、月曜日に行う田植えのあのオリエンテーションをしたいと思いますので、皆さん聞いてください。さて。今からいろんなもの出しますので、皆さん手挙げて答えてくださいね。はい、質問です。これは何でしょうか。手挙げて。はい。はい。稲だと思います。あ、大正解。いきなり正解。拍手。この部分。え、そこ。この部分。この部分だよ。この部分。はい。どうぞ。違うよ、笹じゃねえよ。はいはい、どうぞ。麦。違う、麦じゃない。今日お米の授業って言ってるじゃん。はい、向こうの、はい、あれ、君君、あ、じゃあ、はい、どうぞ。終わってる。みんなそれぞれ名前がありますね。まず稲ね。稲から罠取ったものが、穂だ。穂から、もみ殻取ったものが、もみ、あ、違う違う、玄米。玄米から、米ぬか取ったものが、お米っていうか、はい、ところがお米なんだけどいろいろあります、ね。
70年前つい最近ってことは、みんなが白い米食べたのはこの長い歴史の中でここへ、この辺、ね、最近のことっていうことを知っていてください。はい、正解、ナイル川。ってさ、これからみんな田植えします。一株植えます。稲はそれから何粒できると思いますか？100粒。はい、何、はい、1万くらい。そんなにたくさん、はい、正解、1000粒。はい、米1000粒なのよ。1000粒とる、500から1000粒。そしたらさ、みんな食べてるパンを作る小麦は150から250、圧倒的に少ない。でさらに大豆80から120、わかる？そしたらさ、量も多いし美味しいから。そう、こんなに広い土地があれば小麦植えようが大豆植えようがたくさん取れるけど、日本これだけしか土地がないから、一番取れる作物したらお米だったの。でそれに気づいた祖先が、でしかもお米って同じ場所で何千回も作れるスーパー作物って知ってた？小麦とか大豆を同じ土地で作るとどんどん砂漠になります。こうかな、こうやって線を引いてありますので、ここに目がけて苗を植えていきます。たら出席番号1、出席番号1の人手挙げて、カットラス1、はい、1番。じゃあ次、このバッテンのところに2番、バッテンのところに3番ってずっと植えてって、そしたら最後は各クラス一番最後35番の人が植えるっていう感じになります。だから今度みんな出席番号順に上から1番2番3番4番って順番に植えていきます。必ず3本植えるんだけど、見とってね。大丈夫、ここ1、2、3で苗を取ったら土ごとよ、土ごとギュッとちぎって干しぬ。そうすると土ごと取れて、ここについてるの何？根っこと一緒に植えてください。でその時に鉛筆を持つようにして、このバッテンの紐のところに目がけてブスッと植えてください。林さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、どういたしまして。じゃあ田植えで会いましょう。イエーイ、イエーイ、イエーイ。お疲れ様でした。製作所に入れています。お願いします。これラプトンという除草機なんですけど、特徴は、中古の田植え機、これ、まあ、前がちょっと、田植え機の動力をそのまま活用して、動力を使った除草機になります。で、特徴は、上管と株間を同時に、効率よく除草するという機械になっています。でタイプとしてはこれ今日6畳用持ってきてますけど、あと今現状4畳用の今2種類になりまして、まあ、見ての通り泡立て器のようなこういうブラシを回転させてですね、補助全体をこう確保させながら、まあ、水の土を確保させることによって浅いところに入る雑草をこう水を浮かせるような、そういう仕組みになっています。ですので、このブラシ自体は直接、稲にも当たるように作っています。
で当たるんですけど、作業する高さをうまくコントロールすることで、全体をかき混ぜるんですけど、根の深さのこうギャップを狙うような仕組みになってまして、稲の根の深さよりも、このワイヤーの先端が、稲の根の深さに到達しなければ基本的には稲は伸びます。でそれより上に生えてる白かき後に少しずつ生えてくる雑草だけを攪拌して浮かせるような仕組みになってますので、深水で作業していただくことがこれマストになります。水がないと、稲ごと全部倒してしまうので、やっぱり動力使ってますので、それなりの、効率がありますので、その使い方だけ間違いなければそれなりの効果が出るというふうに思います。で大体は、田植えをされてから一番早い方で大体1週間後ぐらいから1回目の除草作業に入っていただくんですけど、特徴はですね、まず田植え機側にある株間調整機構っていう、いわゆる株の植える株数か、これを調整する機構があるんですけど、これは実際ここの田植え機についてるこの動力、これの回転数に影響されますので、初期については基本的にはこのブラシの回転をできるだけゆっくり増やしたい。稲の根の活着度がまだ浅いので、できるだけ深いところに入らないように、このハンドルアナログなんですけど、このハンドルで大体の高さ調整をするんですが、これでできるだけ浅いところで作業をするということがポイントになります。で1回目の除草作業である程度浅いところに発芽をしてくる雑草をできるだけ叩くということが一番のポイントで、その後まあ、2週間とか10日とかということで、だいたい1シーズン3回ぐらい使われる方が多いんですけど、2回目3回目についてはもう少し高さを変えて、であとは株間調整機構で回転数をもう少し上げてもらって、だいたいこのワイヤーの先端が 2,3 センチ地中に潜るぐらいにセッティングをしてもらってですね、で回転数を上げてしっかり、上管と株間を除草してもらうということを繰り返していただいて、ある程度稲の成長がカッくればですね、あとはもう収穫まである程度その雑草の成長っていうのは抑えられるっていうふうにいろんな農家さんからも教えていただいてますので、そういった使い方をしていただくとある程度効果が出るのかなと思います。でまあ今日実際に使ってみていただいてですね、今日ここは田植えさんてから22ショットですかね、経過した田んぼだというふうに。ちょっと補助の深さとかもこう入ってみないと分かんないんですけど、どういう使い方をするのがいいのかなっていうのを少し、レクチャーさせていただきながら、実際に、体験をしていただけるといいかなと思ってます。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございます。あと株間で回転数上げるけど、最初の株間って50株とか、はい、いう感じですか。そうです、この田植え機でいくと、今ぐらいの回転数に合わせてるんですけど、これが今14から24まであるのかな、株間の。はい、であと株数が45から80まであるんですけど、はい、初期は大体もうこう45か50ぐらいでいいと思います。で、中期後期になるにしたがってこう60とか70とかっていうふうに回転数上げていただくと、後ろの、ブラシの回転の速度が変わります。はい、で1回目から3回目ぐらいまでで回転数をだんだん上げていっていただくという調整さえしていただければいいと思います。あとは補助に入ってこのヒッチを下げて、この先端のワイヤーが、まあ、今日の場合だとおそらくちょっと潜らすぐらいでいいと思うんですけど、このハンドルで、まあ、このヒッチは全部こう折り切ってしまいますので、そこからこのハンドルで微調整するというような仕組みになってます。で、モンローみたいにこう自動的にこう高さ調整しないの で基本的には合わせたところで、あとは走りながらこれが惰性でずっとこういうふうに動き続けると回りながらなんで、高いところにちょっとえぐってしまったりとか、そういったリスクは少なくしております。ただ枕地でターンするときには、ね、少なからずやっぱりちょっと稲を踏んでしまうんで、その辺はターンする回数を減らしたりとか、まあ、減らすというのはコツで言うとよく言われるのが、例えば6畳分走って
真横に入るの多分2回ぐらいターンしないといけないと。じゃあ真横に入らずに横の上を飛ばして次の上に入れば、ターンの回数を減らせる、まあこういう感じで作業する方もいらっしゃいます。あとはもう枕が飛び出るのはしょうがないんで、ある程度助走作業が終わったらあと上をされるという方もいらっしゃいます。だけどもう枕関係ないんで、あとはもう補助数を増やすんで、まあこの機械使って効率上げて補助数を増やすということで割り切って使われている方もいらっしゃいます。そんなイメージで使っていただけるといいのかなと思っております。はい、で今日はまあちょっと中間ぐらいの、回転スピードでちょっと設定してますので、あとまあ補助に入って、この高さはどれぐらいでいくかなっていうのをちょっと微調整をして実際作業してもらうというふうに思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。こうやってチェーンであれ巻き上げるのかな。ちょっとチェーンの長さが足りないんで、ちょっと切ってあげてもらっていいですか。ちょっとチェーンの長さ調整するんで。この高さ調整がだいぶ肝になるのかな。まあ、でちょっとやっぱ低すぎたんかな。はい、ストップです。
い、今日は ラクトール田植え機の後ろにつける除草機ということで、実演機見させてもらいました。まあ乗させてももらいました。なかなかね運転するのも難しかったんですけど、うちの自然栽培の方から宇宙米の方に入れる予定でいます。今度来るのが楽しみです。イエーイ。お、オイル漏れを直すのに分解しとるね。確かここのオイルシールなーって言っとったよね。 SL41 もめっちゃ動いてほしいね。 SL これオイルシールじゃなかったのね。もうあれやけど先にタイヤ交換か。タイヤ交換に今持ってって持ったらこれ、まあ、ここ中よりオイルシールも持ってきとるやん、ね。多分白かき春作業終わってからってなってここね、うん、ここの前ちょっと漏れとったやつやろ。ここの普通に入れとったのほら、あららあららら、あららら、らここは、うん、この部品来とるんですよ。これ一回買い取るんですよ。まあ抜けることはないけどちょっとハンドルブレるよね高速で。ほら走行中なんかポンってガラ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 じゃあ誰ボタン言ってんて。こんなに早くなくなるヘルメンって。まあうちはタンク数が多いから、ね、タンク数が多いしかね。はい、うん、ということで俺明日明後日と青森県に青年塾のリーダーセミナーで行っておらんし、その間にきっと治っとるよな。やっぱフロント周りね、オイル漏れとかね、うん、結構多いし。はい、ということでまあそれは帰ってきてからの心です。イエーイ。あー、またなんかファンから届いてる保冷剤。なんだこれは、藤姫って書いてあったけど、これ紫色のスナップエンド。すごっ、紫色だよねこれ。こんな品種があるんだ。へえ、全部小袋に入ってる。ありがとう。社員で配ります。ありがとうございます。いい。